こっちから見るんだ、阿部さん、こっちから。こっちからここに見た方が。ほんとだ、べちゃべちゃ垂れてるじゃん。ここら辺から漏れる。治りますか？垂れてるじゃん。バッチリ。ああ、で、これアングル組んであるから、うん、外すもできないわけだ。そう。溶接されてるし。で内側から本来やりたいんだけど、内側も店長が見て溶接されてんで、人間が入れねえって言うんでさ、今までは人間が入って直してたわけだよ。はい、これはできないから、外側だけの補修だよねって。そうだよね。だけど場所はどこなん？それが分かんねえんだろ。この辺から垂れてきます。場所が、はい、じゃああれか、その辺っていうのは幅分かるん？分かんないよ。分かんない。原因は何なん？クラックでしょ、溶接の。だってそこ溶接してない箇所でしょ。してるよ、外側を見れば分かる。おお。溶接で酸化されて、うん、おうで伝わってくるわけ、うん、だから20年っていう年月経ったんだよ、このタンクは。はいはいはい、はい、20年経ったら錆からクラックでしょ。おお、錆は内側から錆が出てるってこと？そう。このちょっと上向いてもらうと分かるんですか？分かるんですよ、ほら、次が分かるから。はい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 、こっちが。はい、阿部さん、どこ見てるの？あ、そっち。あ、こっちね。ここと、タンクはこれなんですよ。タンクにかぶせてこれが溶接してあるんですよね。はい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 、その隙間っていうのがさっきのだから。あ、そういうことね。そう、はい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 。だから多分この溶接のところか何かにクラックが入ってるのか錆びてるのか、アングルの、はい、だからあの隙間に詰め込んじゃったらいいんじゃないかっていうんで、さっき言って俺パテ、アルミパテ、アルミパテでやっちゃおうかって言ったら、阿部さんがそうじゃねえよって言ったから、そっちなんかなって。クラックだったら息しちゃうからね、息。うん、あとはだからその塗装をどんだけ取れるかだよね、綺麗にね。その周りのところ、周りのクラックが出るところの錆はつくけどさ、塗装がついてると、その塗装が接着剤の役割しちゃうから、離毛剤の役割しちゃうからさ、だからなるべく塗装を取って、はいはい、でも隙間のところをさ取るなんて言えばどうやって取るの？いやだから本当はブラストのビーズ打ちみたいなのがいいんだけど、できないんでしょ、ビーズ打ち。何ビーズ打ちって？だから、ガラスビーズでも、酸化アルミでも、ブラスト打ちさ。それは無理だね。ブラストだと錆びるから。で、ここビニールビニールやってブラストで砂がこっち落ちるようにすることは、ブラス自体はうちにあるからできないわけじゃないけど、ここはやっぱりやりたくないよね。で、火花使うもできないわけでしょ。火花はできるでしょ、火気厳禁だから。そうすれば塗料が焼けちゃうからさ。火花は平気だけど塗料が焼ける。なるべく塗料焼いて、で、剥がしちゃうってこと。ああ、それはダメだな。それはダメだ。要は塗料がついてると、それが塗料が膜になっちゃって、まあ、そう、離型剤にほぼ近くなっちゃうからさ、それだけ。それはクラック、なるべく取って、クラックが入ってるところに火は通したくないね。通せないな、危ない。通せないんだろ、だからなるべく塗装を取って、で、あれ中はアセトンで洗うっていうのはできるの？シリコンとかアセトン。中ってどこの中？中っていうか、その油が垂れてるところ。内容物は除去できないんでしょ？できないよね、阿部さんが見た通りですよ。だから垂れてるまんまかい。まあ、まあ、タンクの中の油はもうほぼ入ってないです。入ってないでしょ、とその油のさ除去分だけ除去してさ、なるべくきれいにして、アセトンでそこを拭くぐらいのことはできるよね。まあ細いドライバーかなんか使って、はい、それぐらいはできるよ。アセトンで拭いて、要するに不純物なるべく取っちゃって、サビとは違うからさ、サビだったら遠慮しないでサビごとくっつけちゃうわけだよ、だけど塗料は要するに離型剤の役目を果たしたからさ、接着剤が働かなくなっちゃうからさ、あの油とそれだけきれいにして、あと6815でよくさ、じゃあその周りの部分だけはサンダーが入るからビーってきれいにできるよね。火花散って大丈夫なんかい？まあサンダーぐらいは平気だよね、要はバーナーみたいので塗料を燃やそうっていうのはきついよね、怖いですね。ラビであれでしょ、裸の火で直接炎で炙るのが嫌だってことでしょ。だからアセトンで拭いて塗料を取って、それで6815を練って、で塗りたくる。じ
じゃあ先に今俺がやることは、うん、きれいにする洗浄で、そこのところをまず削っちゃうわけだ、うん、下地処理、うん、下地処理してんで、うん、残ったのをアセトンで塗料を拭けっていうことね。そういうこと、はい、じゃあそこまでまず、うん、でも俺やりますよ、うん、で、はい、そうすればそれで1時間ぐらいで済むでしょ、うん、6815で、うん、それであのどんぐりのパテ状みたいなやつ、それのもっとあの FRP 版、うん、ああでそれ持ってきてあるから、それでよく 熱して、で飛行機用 あのカーボンとガラスの繊維編んだやつ、はい、それでそこのとこ入れ込んで、うん、えそうすればさ、その間にそれやってる間に、アルミパテ持ってきてやるよ、うん、でそれ一番最後やればいいじゃん、はい、アルミパテ最初にやるよりは、液状のやつでなるべく、うん、あの奥まで、うん、奥まで浸透させてがっちりやっちゃった方がいいからさ、うんうん、でもし万が一中側からできねえっつってたけど、うん、中側からやれるっていう あれがあるんだったら一緒に垂らしちゃえばさ、まあこれ でやってダメだったらもうあれだね、シーズンオフになってからタンクの世界やろうって言っちゃう。社長、うん、ダメじゃないですよ。いや、わかんないじゃん。ダメじゃあるわけねえじゃん。信頼はしてるから平気だよ。いや、だから場所的にダメっていう可能性があるじゃないですか。この合わさり目だから入りきれないとか、やったけど今度逆に違うところから漏れてきちゃうとか。それを言ったってやるように考えてきてるわけでしょ。だから液状の持ってきてるわけでしょ、うん、はい、うん、で他のところやってたらダメだよね、うん、うん、そう、うん、で漏れるところが特定できてるわけでしょ、要するにそこのところの剥げてるところ、なるべくこんな風に染みてきます、うん、なるべく大きい面積をその液状ので塗ったくっちゃった方がいいわけです、うん、ね、であと垂れてやばいところはあのマスキングしといた方がいいで、あの可動部とかさ、なんかそういうのがあったら、はい、であとはあれだよね、あのなるべくそこと歯ブラシのツールが入るようなやつで塗るっつうパターンだよね、あの隙間にってこと、隙間にね、はい、OK、 はい、ちょっといい、じゃあなんかつけといてくれ、はい、まず食べたんで言われた通り、まあこれで手術したんですね、縦でこういう風に、6815って初めてなんだよね、はい、初めてなんだけど、はい、高橋が来てからの方がいいか、あ、はいはいはい、そうですね、うん、はい、要は使ったことがみんなあるよ、ほとんど材料馴染みのある材料です。 FRP、 うん、ファイバーレインフォーストプラスチック、要するに、繊維が入ってる材料、あ、はいはいはい、うん、あれに繊維が入ってるんですか、じゃなくて繊維を入れるってことですか、
FRP のあとテープはテープも持ってきたんだよな。テープがこれか。あ、これだね。テープがね。うん。社長、どっか行ってるんかな。いや、2階の事務所の方。あ、事務所に。行ったみたいで。綺麗にあれじゃない。あげました。あのぐらいで大丈夫ですか。うん、十分十分。もうあれだね。やっぱりアングルとタンクのとこが接触して少し漏れが発生してるのかな。20年経ってるのこれで。新しいじゃんね。うん、あのね、まあ、外見は全部塗装し直しをしたんで。ああ、はい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 。綺麗じゃんね、はい、タンクはね、はい、でもこれで漏れが止まんないとお釈迦になっちゃうんだ。そう、結局タンクと、うん、そうだよね、はい、タンクとして許可できないんだよね、はい、取れないんだよね。そう、タンク平成5年完成なんて。平成5年じゃあ10年か。ちょうど20年え今27年じゃないですか。15年じゃなかったっけ。いや、それは25年だっけ。それは2015年です。ああ、2015年。平成は27年。あ、そっか、はい、ああ、20年って言うと新しそうに見えるけど結構あれだね。そうですね。うん、年季が入ってんだね、うん、コンクリートがとか水道工事一生懸命やってるけど50年とか言ってるもんね。うん、要はね、どっちがメインでやるんだろう。覚えておいた方がいいんかね。特殊な修理になっちゃうもんな、ちょっとな。でも6815はあの自動車、はい、あのもうオールラウンドに使ってるよ。あ、錆止めから、はいはい、何から、はい、みんな使ってる。うん、で自分さ、はい、その6815、はい、あの5520接着のあれやったことあるじゃん、はいはいはい、ちょっとあの下さ傷つけないやつ持ってきてさ、はい、それはたいてみてよ。あ、これ、うん、それ、何、テストピース、うん、少し叩いて強さ、はい、あの確認してみて、うん、全然大丈夫。だから6815で接着もできるしさ、はい、FRP もできるし錆止めもできるし何にもできるからさ、それ6815、それさ6815さ、はい、カットナイフで切ってあるやつ少し曲げてみて。ここですか。うん、あ、逆逆、うん、そうそうそう、そうに曲げるとさ、どう、強い、弱くないでしょ感じは、うん、全然柔軟性もあっていいんじゃない。え、うん、それさエアリアルスキーの3回転ジャンプの材料で開発したやつよ、例のほらそこの、阿光さんでしょ。阿光さん、はい、うん、綿貫製作所、うん、もう接着もできるし、はい、そういう FRP としてもバリッとさ割れないわけよ。先生、キャンターでしたっけ、フロントバンパー外すには横からで強度、うん、確認してみた方がいいでしょ、どうせ自分でこれね、うん、誰かさんにも見せられるし、うん、うん、いきます。これ自分でだからそれ1年経つよ、これ。ほら、あの出張してきた時のだ。それだからあれでしょ、オーナーさんに見せりゃいいでしょね。十分だね、うん、十分すぎら。それでネジ止めしてあるから、うん、いいでしょ。いや、社長変なこと言うなと思ったんだよ。6815の強度がどうでこうでって言うからさ、うん、じゃあ一応それ持ってって、うん、見せた方が。これいいんすか、サンプル。いいよ、それ持ちたんだよ、サンプル何枚か作った。あの1年前ですよ、ちょうどほら新幹線で来るとか来ねえとか。ああ、ハンデライトの。まあ、いただきます。どうぞ。だってそれ自分のだ。
そういうことか。これのフォルクスワーゲンのこのヒンジのところのね、うん、このパーツね、全部の箇所を6815で行ってもいいもんなのか、うん、6815あれ2回塗った時には溶接なんかしてたの、どうしまうでしょ。だからで下地処理やったから、はい、まずはお漏れてるところがちょっと絵は下手だけど、絵は下手ですが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 、漏れてるところがこの内側のタンクのここのところから漏れてますよと、はいはい、内側ね、こっちが、はいはい、で外側に向けてこのところが垂れてましたよと。だから磨いたところはこのところ、はい、このところも磨きましたよね、はい、きれいに仕上げてあるところですよね、はい、でここのところのクラックを防げればいいと、はいはい、でやり方とするとこの磨いた面、はい、一番、使う材料は6815と、はい、そこに持ってきてある今工場長が負けた、はい、その金属、はいはい、プレート、はい、接着してあるやつ、はい、で接着力とで、兼ねた液状の材料、はい、でその大きい方が取材、ちょっと揺すってみて、しゃぶしゃぶするから、はい、ね、はい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 、で1508は使ってますよね、はい、どんぐりはね、はい、それよりちょっと粘度は高い、うん、ああごめん、1508の方がちょっと粘度が高いで100:40、はい、配合比は同じです、はい、とそれと83、はい、83は、これが硬化剤、はい、800g セット、はい、もう材料ないから見たら何回かに分けて、はい、これ10:1ね、はい、83、はい、と8300のパテ状、それと液状で両方を混ぜて使っても大丈夫です。ほー、83がパテ状じゃない、はい、であんだけボテボテのさパテだとやらしいから、はい、83のパテに垂れないパテにその液状のもの混ぜたものを入れると、はいはい、中間のペースト状になる、はい、で6815が、はい、液状のものが多ければ、はい、より液状、うん、はい、でパテ状のものが 100% だと、まあ、パテ状、はい、だからこれ両方混ぜると配合比は違うけど混ぜたもの同士は何のてらいもなく固まるから、つうことで、はい、これの両方を使い分けるで両方を使ってっちゃう、はい、そうすると最初ここのところの内側に、はい、歯ブラシでバッチリコーティングだけする、はい、コーティングだけする、それで83のパテをなるべく押し付けてやる、でその後に、これが丸一番目ね、液状の68を最初ハケ塗りする、はい、歯ブラシ塗りか、歯ブラシ塗りする、で、2番目でパテ状のものをなるべくヘラでグイグイ押し付けて充填してやる、で工場長の心配してる通りどっか漏れが出てると嫌だなというところをなるべく漏れがないようにバッチリ肉盛りしてやると、液の上にまだ固まってない上にパテがグッと押し付けて入ってくる、はいはいはい、2番目、はい、で3番目にこの液のものを少しまた塗ってやって、
であんまり、まあ、ほじんないようにパテを83のしてやって、はい、塗ってやって今度はテープを1枚入れる、はい、でテープっていうのはガラスクロスはほどけちゃうわけ、うんはいはい、だからこのテープはちょっと見てください。テープは長さ切るだけで端はボロばらけないわけ。ああこういうふうに編んであるわけ。うん、それがガラステープってやつ。でそれ巻いてったりさして交換の修理とか使うわけ。はい、うん、とそのテープを補修このパテの上に、はい、1枚貼って、はいはい、で68でラミネートしてやって固めてやる。眼振させてやって、はい、でガラスだからよくさ眼振するからさ、うんはい、だからそのあらかじめそれテープを施工する幅に切ってやって、うん、やって用意しとく、はい、でそれがテープね、はい、でテープの上に今度はクロス、はい、それクロスカーボンとガラス繊維の編んだもの、はい、それを2枚貼ってやる。そうすると強度がすごく上がる。え、これを二重にするってこと？それを2枚貼る。ラミネートして2枚、はいはいはい、と鉄板の厚みとは言わないけど、コンマ5が鉄板じゃない、はい、でこれもっと厚いじゃん、はい、どうせ 3.2 とかですよ。ああじゃあ3枚ぐらい貼ってやればある程度強度はできる。だからクロスを3枚分その6815をバインダーでクロス3枚貼ってやる。そうすると鉄板の強度というには程遠いけどかなり強度アップする。でじゃあクロスを3枚ね3プライ、はい、だから3枚貼る分ぐらいを切っとく。であと残りの1枚テープ、はいはい、もう1枚テープ貼って、だからそうすると5枚の5くらいの、はい、すごい厚くなりますよね。厚くなるんだよ鉄板が 3点いくつだったら。はあ、だからちょこっとそれは包帯巻きぐらいになるけど、うん、それでしっかり固めてやる。で最後にテープ貼ったら、はい、今度は残りの83と、はい、6815を混ぜて、はい、ペースト状になるからそれをヘラ塗り。そうすると金属アルミ状の金属グレーの、ペースト状ぐらいになって、はいはい、でその後フィルムカバー、はい、フィルムをローデンこれポリエチのフィルム貼ってヘラナスリ、はい、で気泡を除去して固めて光沢してやると。そうすると圧着できるじゃん、はい、うん、でベタベタしないしさ。でそれで施工終わりで明日になったらこのフィルム剥がして、はい、でなんか遠赤でも電源でもあれば炙ってやれば炙っといてやればそれで一応完璧と、はい、いうパターンになります。でそれが施工の要領。明日電熱を加えればいいんですか？明日乾くのに、はい、硬化するのに、はい、多分一昼夜かかる。で今冬だからさ、はい、12月だからさ、はい、まあ余計時間かかる。でどうでしょうかと、はい、でやるのは、はい、6815がだいたい20分から、はい、ぐらいのホットライフで83は同じく15分ぐらいじゃん。ちょっと短いぐらいだからトータルでもこれやれるのが、はい、まあ30分ぐらいのところでフィルム貼りまで、仕上げて、まあ、遅くとも40分ぐらいで1時間以内で施工おしまいと、はい、いうパターンでどうでしょうか。はい、わかりました。質問することはありますか？テープ切って、はい、そのラミネートするの切って、はい、
あと上にかぶせるフィルム、はい、とか切っといてナスルヘラを用意しておくっていうパターンですね、はい、で、下地の施工はもう完璧だと思います。はい、じゃあそういうことでやりましょう。で、なんか確認しておくことある？結構熱いじゃないですか。熱いですよ。これにそんなに染み込むもんなんですか？うん、それに、十分染み込みます。はー、うん、で、染み込むと、はい、その白と黒のまだらでしょ、はい、それが黒一色になります。あ、そうなんですか。はあ、その白がすごく分かりやすいですね。消えます。だからそれが、染み込んでいくか、はい、染み込んでがないかの目安、はい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 、っていうふうに僕は考えてます、うん、で実際にそういうふうに試作してるんだと思う。だから、血管が分かるの、はい、あの樹脂入れてって、白いとこがあると、はい、それは血管だなっていうパターンになる、うん、大きな面積に塗った時に、はい、そういうためのクロスでガラスとカーボン編んでる。まあコスト安くするつもあるけど、カーボンだけだと高いけど、はい、あ、はいはい、うん、だからそれは真っ黒のベタ黒になった時に、うん、いいそう、うんうんうん、だからフィルムかけて上からなすった時にベタグロにならないといけないんだと、はい、そういうことです、はいはい、じゃあそれだけ切って用意しましょう、はい、光がさこう刺すとこっちの明かり水銀灯に透過してみると分かるよこの頭の周り回ってるみんな。いや、余分に切っといて。強度、うん、確認してみた方がいいでしょ。どうせ自分でこれね、うん、誰かさんにも見せられるし、うんうん、いきます、はい、これ自分でだからそれ1年経つよ。ほら、出張してきた時のだ。それだからあれでしょ、オーナーさんに見せればいいでしょ、ね、十分だね。うん、十分すぎら。それでネジ止めしてあるから、うん、いいでしょ。いや社長変なこと言うなと思ったんだよ。6815の強度がどうでこうでっていうからさ、うん、じゃあ一応それ持ってって、うん、見せた方が。これいいんですか、サンプル。いいよ。それ持ちたんだよ、サンプル。何枚か作った。1年前ですよ、ちょうどほら新幹線で来るとか来ねえとか言って。ああ、うん、ハンデライトの。まあ、いただきます。どうぞ。だってそれ自分のだそういうことか。これのフォルクスワーゲンのこのヒンジのところのね、そうそう、このパーツね、だから全部の箇所を6815で行ってもいいもんなのか、うん、6815あれ2回塗った時には溶接なんかしてたの。でしょ。だから